どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はガズメロプログラムをやっていきましょう。このガズメロっていうのは世界中にある名曲の主旋律をこのウクレレを使いましてですね、気持ちよく弾いていこうよということで自分が歌う代わりにウクレレさんに歌ってもらうみたいなそんな企画なんでございます。このシリーズもパワーアップしてまいりまして今日取り上げる曲はいよいよこの季節到来です。クリスマスといえばこの曲ドンジングルベルでございます。まだちょっと季節早いかなと思うんですけど今から練習してですね、クリスマスまであと1ヶ月、ちょっとありますからね、ゆっくり練習して、クリスマスには、この曲を歌って、メロディーも弾いて、盛り上がっていけるんじゃないかなというふうに思います。はい、このね、今回のガズメロで使用する、G ソリッドウクレレはですね、はい、これ、GJ モデルというモデルを使ってみたいと思います。これも、かっこいいでしょ？今まで V のやつだったんですけど、これを使っていきたいと思います。はい、使うアンプは、G-BOX ですよ。はい、これに、直接繋いで弾いていきます。で、今回もですね、4弦が登場しない、ロー G という弦が登場しない、メロディーになってますんで、皆さんお持ちの通常のウクレレでも楽しめるようになってますんで、このエレキウクレレ以外でも、皆さんの持ってるウクレレでも楽しめるようになってますからね。そしてですね、このガズメロなんですけど、本来だとこの今ご覧いただいてるガズレレ YouTube チャンネルって、初心者様に、楽器触ったことのない方も、ウクレレだったらすぐできるよ、本当に簡単で楽しいよという弾き語りをね、みんなに始めてもらいたいよということで、やってるチャンネルなんですよ。どんな方でもガズレレだったらすぐウクレレで楽しく歌えるようになりますよ。まずはここから始めてください。概要欄にガズレレで始めるウクレレの始め方、貼っておきますんで、まずそこをね、まず最初にやってみていただくのがいいかなというふうに思います。で、いつもの流れをご紹介させてもらうと、まずね、このガズメロは、このタブ譜という楽譜を見ながら進んでいきます。この楽譜の読み方、一応ざっと、概要欄に読み方貼っときますけど、今ちょっとだけ説明するとですね、一番上の線が1弦、2弦、3弦、4弦、こんな風になってます。そして、これ今、前奏のメロディーのタブ譜を映してるんですけど、これ、一番上に8って書いてあります。はい、ここ。一番上だから、ここ1弦の8フレットですよ。この数字はフレットの数ですからね。それでちょっと弾いてみると、まず1弦の8フレットですよ。これ、数字はフレットの数ですからね。はい。1弦の8、8、1弦の7、2弦の10、1弦の10、10、10、10、その次、1弦の12フレット、10フレット、8フレット、2弦の10、2弦の8。これで、通して弾いてみると、でん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 。走れソリオドゥに。こんな風になっています。これが基本になってます。詳しい読み方、概要欄にね、タブ譜の読み方貼っとくんで見てもらいたいんですけど、このやり方を用いて、今から進めていくんですけど、まずは、これ見てください。はい、このね、ガズレレレッスン動画、ジングルベル濃厚弾き語り解説レッスン動画に合わせてですね、このガズメロタブ譜で弾いていこうと思うんですけど、もちろんタブ譜を落としてね、はい、まずこれでね、皆さんちょっとなんか掴んでもらって、一回見ただけじゃ覚えられないからね、何回も何回も見てもらうんですけど、皆さん、このジングルベルの動画絶対見てくださいね。めちゃくちゃいい動画になってます。これガズレレのジングルベルといえば、掛け声までね、提案してるんですよ。ヘイとか、うーとか、オーレーとか。これね、まずこの弾き語りだけでもめっちゃくちゃ楽しい。しかもコード3つだけだしね、すごい乗れて楽しくてみんなを巻き込めて、しかもこのメロディーが加わったらもう最高だから、こっちも見てください。概要欄にもちろん貼っときますからね。その後、練習してもらったら、今度マイナス1といって、ガズが皆さんの演奏の伴奏をしますんで、ゆっくり見てやりますから安心してください。それに合わせて、本番でもいいし、練習でもいいし、ご活用いただければというふうに思ってますんでね。一応そんな風な流れになっております。さあ、早速まずガズによるデモ演奏バージョン、タブを落としながらのね、やってみようと思うよ。1、2、1、2、3、4。「ってみました。ジングルベルもこのメロディーで弾くだけでなんかちょっといいですよね。で、これおすすめとしては一回このメロディーで弾いた後に走れソリを歌い出すとか、そこのセッションでいいかもしれない。で、あとはこのあえてリズムに乗らずにこんな風な感じでやっといて、じゃあみんなで歌うよ、ワンツースリー走れソリオ、こんな演出もすごくいいんじゃないかなと思いますよ。これ案外この楽しみ方いいなと思ってて、今日はねジングルベルですけど、ちょっとシリーズでクリスマスソング、定番のクリスマスソングをこのガズメロで取り上げていこうと思ってですね、ちょっとお待ちくださいということなんですけど、まず最初に今タブ譜出てましたけど、ちょっともっとより見やすいこれねガズのノートにも書いてるんですね。でこれをちょっと今画面上にちょっとシェアしようかなと思うんですけど、こんな感じになってるんですけど、はい。これをちょっとこんな感じで今画像を書いていたんですけど、今映ってたやつね。これもしね、あれでわかると思うけど、これガズクラブに入っていただいた方には、これダウンロードできるようにしとくんで、ぜひご活用いただきたいんですけど、このガズクラブっていうのがまあやってんですよね。これ一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しましてですね、ガズが今まで弾き語りでやってるね、簡単アレンジしてる楽譜、手書き楽譜がですね、もう山のようにあるんですよ。その中から毎月5曲ダウンロードできるということなんですけど、このガズメロのタブ譜もですね、今映してるやつもね、ダウンロードできるようにしておくので、ぜひこれご活用していただきたいなと思うんですけど、ガズクラブはですね、その楽譜5曲ダウンロード以外にもいろいろやってんですよ。毎月2回、全世界のガズルメンバーともうワイワイやるセッション大会、ガズオンが開催されていたり、メンバーだけが参加できる非公開の、Facebook で皆さんの演奏動画をこう投稿できたりとか、なかなか面白いクラブ活動になってますので、これね、ぜひ、ご注目ください。あと、ちょっとこれとは違うんですけど、ガズレレ大学っていうのをやってます。こっちは YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎月590円でなんと週2回の濃厚ライブ講義があります。もうチャットで質問し放題、テーマソングを決めてめちゃめちゃ深掘ってます。で、ちょっとレベル高い大学ですからね、16ビートとかカッティングができるぐらいの方が入ってくるとめちゃくちゃ面白いです。こっちも見てください。あと7時半からガズラジというラジオ配信してます。こっちはめちゃくちゃいい話してますからね、どんな方でも無料で聞けます。スタンド FM とガズラジ YouTube チャンネルで同時公開中、毎朝7時半からです。今言ったこの3つのことね、概要欄に詳しくリンク貼ってあるんで、興味ある方はぜひチェックしてもらいたいと思うんですけど、今日の楽譜は、まあ、見てもらったら、さっきのテロップでも表現できたと思うんですけど、こういう感じになってますね。まずイントロと、ここが、走れソリよ、風のように、なな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 、こんな感じになってます。これすぐわかると思いますね。これを、まあまあ、書いてもらってもいいし、ダウンロード、ガズクラブに入ってダウンロードしてもらうともいいと思いますが、一応こうやって映しとくんで、よく見たいという方は一時停止とかで書いてもらってもいいし、ガズクラブもご活用くださいということでございます。はい。まあ、さっき出してたんでね、まあ、これを、じっくり書いてもらうのがいいと思うんですけどね。はいよ、ということで、解説していきましょう。今回ガズがね、このメロディーでね、一番ちょっとね、ここは結構いつも言ってるんですけど、このタブ譜をね、こうやってパッと見て、そのまんまパッとすぐ弾けるっていう可能性はかなり低いです。なんでやっぱりある程度、何回も弾いて、覚えるしかないんですよ。で、その時に、このドラマを作るんですよ、ここで。最初の歌い出しはこの辺のあたりでこうやってるわけですよ。だけど、この辺にまたサビになるとこっちに移動するんですよね。ここでごちゃごちゃと、ここでごちゃごちゃ、このごちゃごちゃを、こう、なんつうの、指の順番というか、雰囲気というか、この、ストーリーとして覚えちゃうみたいなのができると、このね、メロディー弾き、ガズメロみたいなのってすごく有効だと思うんですね。なんで、数字を読みながら弾くっていうよりは、なんかこのイメージで、ここのドラマを頭で再現しながらこんな感じかなっていうふうに覚えておいてください。今日ね、ガズが一番難しいと思ったのはね、ここ一弦の10フレットにいきなり飛ぶところがあるんですね。これまあ、前半なんですけど、まあ、軽く、早く、その後、笑い声が、ダダ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 、ここ、ででででででで、ここの、一弦の5フレットから一弦の10フレットに飛ぶっていうところがあるんですよ。ここがですね、結構距離がありますから、ここは練習必要かもしれない。なんで、ここがちょっとガズはね、ここのね、ここだけちょっと、要注意しました。はい。あとはね、流れで結構覚えられるんで、ゆっくり、まずゆっくりですからね。っていう感じでいいと思います。そしてこういうメロディーを弾くときには、この動画がめちゃくちゃいいんですよ。ビブラートとか、ハンマリングオンとか、スライドという技があって、この動画絶対見てください。概要欄にリンク貼っとくんですけど、そうすると、ビブラート、スライド、こんな風な小技があるんですけど、慣れてきたらこういうのも入れていくと、より、いい感じに演奏になると思います。ということでございます。はい。じゃあ、もうマイナス1いきましょうか。今のね、タブ譜をよく見て、まずメロディーを覚える。まずここがファーストステップですからね。で、だんだんパート分けして覚えてもらって、じゃあ次は通して弾きたいわけじゃないですか。その時に、自分がメロディー弾いていると、やっぱ伴奏してくれる人がいないんで、私が皆さんの伴奏を務めようと思います。めちゃくちゃゆっくりやるんで、安心してもらいたいんですけど、伴奏はですね、このエレキウクレレ G ソリッドじゃなくて、こっちのね、通常の G ラボのガズモデルに G-BOX のアンプを通してやっていきたいと思います。今ちょっと準備します。はい、今、G-BOX 接続完了しました。この G-BOX ですね、もうめちゃくちゃいいアンプなんですよ。G ラボがリリースしてるウクレレ専用に特化したアンプで、これボーカルもね、ここに入れられるんですよ。あとこれコーラスという内蔵エフェクターというね、効果音を内蔵してるんで、聞いてください、この音。はい。このアコースティックのピックアップがついているウクレレであれば、こういうね、いい音が出る。で、先ほどのね、エレキウクレレもね、ある独特のサウンドを出してくれるということで、はい、この G-BOX のね、濃厚解説動画みたいなのね、概要欄に貼っとくんでね、G ソリッドも合わせてご覧になってくださいということで。はい、それではマイナス1ね、ガズの伴奏、ゆっくりめでやっていこうと思います。みんな慌てずに楽しく、ウキウキ気分でやりましょうと。じゃあいきますよ。マイナス1、ガズ伴奏バージョン、やってみる 1, 2, 1, 2, 3, 4いかがだったでしょうか。はい。今伴奏をやったんですけど、ヘイ、ウ、オーレ。これがこのガズレレのね、ジングルベルには欠かせないかなということで、この掛け声がまたね、めちゃくちゃ楽しいんですよ。この辺のことについては、掛け声については、この元動画、レッスン動画ではすごいガズが熱く解説してるんで、ぜひ見てもらいたいんですけどね。はい。いかがだったでしょうか。今のね、この伴奏はちょっとシャッフルのリズム、跳ねたリズムでやってるんですね。これにうまく合うように、ダッダスダダンダタンタッ、このがっちりね、このね、跳ね具合がね、こう合わさるとね、かなり気持ちがいいと思うんですけど、まあ何回も練習してね、この速さでも結構速く感じちゃうかもしれないですけど、まず覚えるのがやっぱ最優先になると思います。さっきも言ったけど、ここの、順番をね、なんかドラマみたいにね、自分の中でイメージすると結構覚えられるんですよ。ガズもそうやって覚えてます。なので、楽譜、さっきの、ガズのデモ演奏を見てもらったらわかると思うんだけど、楽譜見てないの、何にもないところでやってるんですよ。はい。こんな感じでですね、ちょっとやってるとね、こう指が覚えてくるというか、その感覚掴んでもらうと、これから、ガズメロみたいなメロディー弾きすごく楽しくなると思います。シリーズでね、クリスマスソングを上げていこうと思うので、他にもね、クリスマスソングをこのガズメロでやってもらいながらも、弾き語りのレッスンとね、紐づいてますんで、合わせて楽しんでいただければというふうに思いますが、このガズメロだけでもね、結構曲数だんだんちょっと増えつつあります。もっと増やしていきますけどね。はい。ガズメロの、専門のページ URL、概要欄に貼っとくんで、他の曲もいろいろ名曲やってますんで、ぜひちょっとね、この面白さも弾き語りと同時にね、味わってもらうと、これが楽しいと思うんで、おすすめでございます。音楽はね、やっぱりね、いろんなとこからね、切り口を変えてみるのがいいんですよ。ピアノで弾いたり、ギターで弾いたり、ウクレレで弾いたりするだけでも、同じ曲演奏してもだいぶ景色が変わるんですけど、今度は自分が歌ってたメロディーを弾く、これだけでもね、新しい発見がすごくあるんじゃないかなと思います。こういうメロディーを弾くのも、リズム感とか結構大事ですよ。やっぱリズムにね、こう、しっかり自分が乗ってないと、タイミング合わなかったりしますからね、いろんな勉強になることも、ダブルでこう効果があってですね、楽しいし、勉強にもなるしね、面白いしということで、ぜひ楽しんでいただければというふうに思います。今年のクリスマスは、こんな要素も加えて盛り上がっていこう。今回のガズメロはクリスマスソングジングルベルの特集でした。バイバーイ、また会いましょう。